それでは、続きまして青柳優馬選手からの会見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そうですね、まずは、大田区の大会ですね、6月19日の、大田区大会で、ちょっと急に決まってびっくりしてるんですけど、青柳優馬対近藤修司という対戦カードは、大田区大会第1弾の、対戦カード発表で、僕も知ってちょっと驚いたんですけど、近藤さんのこうコメントを読んでちょっとね、こうチャンピオンカーニバル覇者と戦えるということでっていうか、チャンピオンカーニバル覇者っていう風に触れていただいたんで、なかなかこう近藤選手と戦う機会って、まあ、やっぱりないんで、こうなんていうんですかね、大田区大会ビッグマッチにふさわしいそういうシングルマッチ、正々堂々とした戦いをしたいなと思いますね。あとは先日の6月の6日でしたっけ、新百合ヶ丘大会で、ずっと僕がラブコールを送ってた野村直也がようやくやってきてくださいましたね。あの時もこうね、まあ、タイミングは最悪だったんですけど、まあ、僕が望んだ通り、まあ、僕が望んだ以上に斜め上にこう全日本プロレスがカオスな感じになっていったっていうのがリング上で行われてたので、まあ、なんかこうとても気分がいいですね。はい、まあ、近藤選手にしても野村直也にしてもそうですけど、やっぱりこう全日本プロレスをかき乱しつつ、青柳優馬という存在感を出して全日本プロレスのトップに立って、全日本プロレスめちゃくちゃにしてやろうかなと思ってます。以上です。まず近藤選手についてなんですけど、はい、近藤選手の印象というのはどんなことですか？まあ、やっぱこう一番記憶に新しい印象だと、何年か前にこう世界ジュニアのタイトルマッチをやりに全日本プロレスに上がってたじゃないですか。やっぱその時にこう、近藤さんとどうですかね、初めてか初めて2回目ぐらいだと思うんですけど、そのプロレス界の 業界に入って近藤さんに会った時だったんですけど、やっぱりこうジュニアとは思えないこう体の分厚さだったり、存在感の大きさをすごく感じて、やっぱすごい選手だなっていう、なんかこうすごい抽象的な感想しか出てこないんですけど、やっぱ近藤修司すごいなって思えるような選手ですね。あとはこう僕がまだ中学高校ぐらいの時ですかね、全日本プロレスをテレビで見てた時にこうめちゃめちゃ暴れ回ってたキングコング近藤修司とこう戦えるっていうのが、やっぱりこうワクワクドキドキヒヤヒヤを感じる、そんな印象ですね。まあ、とにかくこうチャンピオンカーニバル覇者として迎え撃ちたいっていう気持ちがありますね。あとはこうぜひ大田区の売店でバターブラザーズを出店していただきたいなと。一回食べたことがあるんですけど、めちゃめちゃうまいんですよ、フィナンシェ。それがまた食べたいんで、ぜひ大田区大会にはバターブラザーズの出店を申し出てもらいたいなと。もうその時は必ずちゃんと売店に行きます。僕買いに行きますので、ぜひよろしくお願いします。という印象で言えば、じゃあ先ほど言われたそのビッグマッチにふさわしい試合というのができそうな相手ってことですか？まあこうやっぱ僕がなんていうんですかね、その近藤さんにどの程度通じるのかっていう、なんていうんですかね、チャレンジ精神もありつつ、ただやっぱりこう最年少覇者、チャンピオンカーニバルを制覇している立場というのもあるので、こうなんていうんですかね、もちろん挑戦者っていう立ち位置もありつつ、上から近藤修司を迎え撃つっていう覚悟もできてますね。まあ、どちらにせよこう僕次第じゃないかなと。はい、あと野村選手についてなんですけど、はい、まあ、去年の年末の、まあ、ショークラストマッチ以来顔合わせたと思うんですけど、今までと何か違うものとか感じたものがありました？まあそうですね、やっぱこうリング上でああいうなんていうんですかね、パフォーマンスって言ったらちょっと変かもしれないですけど、ああいうアクションの犯し方をする時点で、やっぱ今までとは違う野村直也なのかなっていうのを感じましたね。なんか僕が呼んでおいて言うのもなんですけど、タイミング最悪だったじゃないですか。さあいざメインイベント始まりますよってなった途端、急になんかおい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 みたいな感じで現れてきたんで、なんか何事かと、まあ、自分が新百合に来いって言っておいて、ちょっと拍子抜けというかこう度肝を抜かれましたね。突然やってきたんで、はい、
やっぱこうね、あのキャプチャーインターナショナルで地下室のチャンピオンになったっていうのもありますから、やっぱこう僕が知らない野村直也っていうのもまた今後見えてくるんじゃないでしょうか。野村選手はその大田区での対戦を要求してたんですけども、この戦が先に決まっていたということで今回は実現しないと、まあ、やっぱ当然近いうちに迎え撃つ気持ちですかね。まあもちろんやっぱ呼んだからにはあのバチバチと戦って、これぞやっぱり何ていうんですかね、こうこれぞ全日本プロレスっていう試合が見せれる相手だと思うんですよ。でやっぱこう今まで所属してた全日本プロレスの野村直也っていうものはもう存在しなくなったわけで、外敵としてやってきた全、ね、野村直也を全日本プロレスの青柳馬が迎え撃つっていう形をとって、まあ、こう全日本プロレスカオスな景色が見えてくるんじゃないかなと、おのずと見えてくるんじゃないかなと思ってるんですよ。はい、青柳さんの行動で、はい、カオスな状況がどんどん深まっていって、はい、今カオスなカオスを呼んでるみたいな状況になってますけど、その先にカオスの行き着く先みたいなのってどんなところにたどり着いてると思いますか。まあ、あくまで僕の考えなんですけど、やっぱこう今までの全日本プロレスってかなりクリーンというか綺麗というか予定調和なイメージがちょっと強かったんですよね。やっぱこうプロレスっていうのはやっぱレスラー一人一人が思惑を持ってたり欲望だったり野望だりを持ってるわけじゃないですか。それがぶつかり合ってる、なんだったら野望ですからね、汚い感情といっても過言ではないものがあるわけですよ。それをねぶつけ合ってるレスラーがそんな綺麗に収まっていいのかっていうのが僕の考えなんで、もっとこうドロドロとした昼ドラみたいな感じのね、もう嫁姑みたいなドロドロとした全日本プロレスを見せたいですね。やっぱりこう今はみんなね、あの格好だったり雰囲気でごまかすレスラーがちょっと全日本プロレスの内に増えてきちゃってるっていう僕のイメージなんで、まあ、全日本プロレスを叩き直すっていう意味でもやっぱこう野村直也を呼びつけたっていうのもありますから、まあ、そういう意味ではリアルブラッドって名乗ってますけど、まあ、その辺はいい感じにドロドロとした感じで来てもらえるんじゃないかなと思うんですよね。それを僕がこうさらに青柳馬というアクセントを加えてドロドロとした嫁姑以上にドロドロとしたカオスな全日本プロレスを見せたいです。